こんにちは。来るかな？久しぶりです。やっぱちょっと時差あるんだね。お疲れ様です。イエーイ。そうですね。確かに。5時ぴったりかな、今。5時、ちょうど5ええー、時ぐらいですか、嬉しい。お皆疲さん。れ。お疲れ様です。どうだった？卒業公演。でも楽しかったです。なんか、めっちゃ可緊愛か張っしたてたんよ。ですけど。本当ですか？ありがとうございます。めっちゃ緊張してたんですけど、すぐ。なんか始まったら結構すぐ慣れてあっという間に終わりました。なんかさ、スピーチとかめっちゃしっかりしててさ、いや、大嬉人にしい。なったなって思った。ありがとうございます。あれ、なんかコメントが読めないな。ちょっと待ってね。バグっている。よいしょ。来たかな。あ、見れた見れた。はじめまして。こんにちは。こんにち今、は。こっちゃんとのコラボ配信始まりました始まー。りました。ショールームしてたの？今しました。ちょっと2分前ぐらいに始めて。なるほど。そう、ほんと、ちょうど今、2分前ぐらいに帰ってきて。そうなんですか。めっちゃいい。もう、ちょうどいいタイミングだった。ありがとうございます。全然。あれやりましたよ、最後のキャッチフレーズで。ねやりえ。ました、やりました。なんゆるふか、わ仕会事、とか。なんかさ、帰ってくる時間が最初に間に合わなくて、それ見れなかったの。だから、そアーカイうなんブですで見か？て。ありがとうございます。見てください。嬉しい。ありがとう。ファンの方がね、こっちゃんがやってたよってなんか、言ってたから、そんないい、なんかもうありがとう。やってくれて。まず、ほんと、キャッチフレーズにしてくれてた時点で、すごいこと、嬉しかったですからね。ありがとうございま皆す。さん。だってさ、あの時、本当になんか雑誌の取材だったよね。そうですね、雑誌の取で、材。こっちゃんと、愛理と、みたいな感じで、こう、まさかそれに使ってもらえると思ってなかった。使いました。こうちゃん、明日でラスト。寂しそうなコメント。です。気持ち的には、どんな感じなの？今ですか？でもなんか27から31で結構なんか遅く感じるのかなって、自分的には結構4日ぐらいあるから、なんかゆっくりに感じるのかなって思ってたら、意外とあっという間で。なんかすぐ来るなーって感じで、明日が、パッいて。や、そうだよね。明日だもんね。明日マジ最です。後なのにさ、今日ありがとう。いや、全然全然。そう、なんか、こないだ、こっちゃんと公園に最後出たときに、なんか、せっかくだからやろうみたいな話をしたんだよね。そうそう。そうなんです。いや、あっという間です。なんかすぐ、意外とパッて終わっね。ちゃいそうな。みなるんさんとやってたよね。やりました。どんな話してたの？みなるんさんとは。みなるんさんとは、なんか、みなるんさんの第一印象とか、ドラフト会議の話とか、しました。こっちゃんの第一印象は、ドラフトの合宿にスカウトマンで、そう、来てくれましたよね。そう、私一人だったかな、あの時。なんかいろ SP いろ。から。なんか何回かあったじゃん。で、なんかスカウトマンみたいななんか役職をもらって行った時に、なんか、なんだっけな、こっちゃんが、あ、そう、スカウトマンとか、そう、みんないる前で一人ずつアピールする時間があって、その時に、みんなのアイドル、
なんだっけ、なんかやってたよね。やりました、こっちゃんです。みんなのアイドル、こっちゃんです。みんなのアイドル、こっちゃんです。やってて、すごいと思って。嬉しい。でそれで、なんかこの子すごかった、みたいな。だって、指原さんとか、その辺いたよね。はい、それすごい先輩方。めっちゃいて、緊張してました。そういう方々の前で、みんなのアイドルってやってる子がいて、すごいなって私は思った、みたいな。ありがとうございます。そう、それがめっちゃ第一印象。私はあれから知ってましたよ。なんか、なんだっけな、ドラフト会議の一期生のオーディション見てたから、それで先に知ってました。うん、ありがとう。はい、嬉しい。なんか、年いってるやついるな、みたいな。でもなんか、めっちゃ、ラストチャンスみたいな。いや、そう、なんか、取り上げられてたからめっちゃ、ラストなんだ、みたいな、見てました。なんか一人、もう一人私より上の人が本当は候補でいたんだけど、あ、そうなんですか？そう、なんか辞退しちゃって、だからなんかそこからもうめっちゃなんかこう、一番年長でもう最後だ、みたいな感じですごい取り上げてもらって、うん、まあでも実際そうだったから、ああ。だけど、なんかそっから、まあそれ私はそれだったんだけど、こっちゃんのさ、そのスカートマンとかやった後に、なんかこう、みなるんさんが、なんかこう、かおりさんみたいに、みたいなこと言って、なんか覚えてる？あ、はい、覚えてます。なんか、なんでかはわかんないけど、なんかかおりさんが話題に上がってたよね。はい、上がってました。なんか、かおたんみたいに、みたいな。なんか、最初面白い感じでみたいな言われてたよね、一番最初。言われてました、一番最初。でも、それはどうだったの最初。最初はでもめっちゃ嬉しかったです、かおりさんみたいに。そうなんだ。はい、なんかさ、もっとさ、こうみんなのアイドルみたいなやってたから、なんか、はい、それそっち系なのか、そっち系でもそっち系なんだけど、王道なんだけど、はい、でも面白いみたいな。はい、でもそれがなんかパンダとかだんだんそういうので、なんかこう、なんだろうな、王道なのとちょっと面白いのがいい感じになってったから。嬉しい。でも香里さんとは全然違うと思うよ、正直。本当ですか？香里さんはなんか、はい、なんだろう、こっちゃんはなんか平和な人がしないことをしてたけど、はい、香里さんは結構なんかもうなんか、戦争を起こしてたみたい。確かに。そう。戦ってたから。うん、そうですね。そう、なんかその戦い方が違うな、みたいな。なって思ったから。平和で良かったです。でもなんかこう、なんだろう、自分にしかないもので、こう、戦っていくところは似てるなって思ったけど。嬉しい、ありがとうございます。あ、コメントで治安が悪いって書いてあるんだけどさ。そう、かおりさんの方が治安が悪い戦い方。こっちゃんは治安のいい戦い方。はい、よかったです。いや、でもなんか、私的にはすごい、ドラフト2期生は、でもなんかたくさん大変だったと思うけど、なんか、いや割と伸び伸び、7D2 っていうくくりで、はい、なんかこうね、同期が多い感じになったじゃん。そうですね。なんか研究生があったから、やっぱ。確かに。よかったです。なんか私たちみたいにこう、なんか、なんだこいつらみたいな感じにはなってたよね。はい。ドラ2でよかったと思う。ドラ1見てくれてたのすごい嬉しいんだけど。はい、見てました。いや、よかった。めっちゃなんか、うん、最初めっちゃ可愛がってもらいました、ソーダさん。そう、でもなんかね、とかすごい泊まったりとかいろいろ遊んだりしたんだけど、うん、なんかなんだっけな、だんだんこっちゃんと愛とかがすごいしっかりしてきて、そっから すごいしっかりしてて、で私も大学が忙しくなっちゃって。そうですよね。そう、それで全然お家とかで遊んだりする機会が減っちゃって、うん、それがすごいなんかもっと遊べてたらなって思った。でも嬉しかったです、最初は。めっちゃ思われて。なんかいろいろ、なんか同期とかと一緒にみんなで、なんかみんなでやったことあるよね。は
なんかみんなでうちで集まったりしたよね。はい。あったあった。懐かしい。めっちゃ懐かしい。なんか、愛と行った日もあれば、二人、一人で行った日もあります、確か。そうだ、ある。はい。で、私が、あの、家の前で待たせちゃったこともある。あ、ちょっとわかんない。あれ、ほんとごめん。いや、全然全然。懐かしい。あ、そう、小林やばかったよね。あ、そうだ。なんか、こっちゃんと愛理が、うちに来てくれるって言ってて、で、それまでなんか東京仕事かなんかで東京に行ってて、で、バナナを放置してたの。はい、放置ってか置いたまま行ったら、はい、なんか夏でバナナに小映えがたかったの。そう、たかんでて、なんか、あ、違いますね、小映えホイホイみたいな。そう、めっちゃ頑張った。めっちゃ頑張ってた。ごめん。全然、めっちゃ面白かったです、あの日。部屋自体はそんな物とか汚くなかった気がするけど、はい、なんか小映えだけ湧いて。めっちゃいい思い出。ちっちゃかったから、アイリも私もめっちゃ二人で小映え探ししてた思い出。ねえ。もう本当になんか、しかもそれ黙っててくれて。二人とも。だよね。で、私が MC かなんかで言ったんだよ。そう、自分から黙ってました。黙っててくれたんだけど、自分から言ったんバナナ放置っていうか普通のバナナだったんだよ。普通のバナナがダメだったのよ。そうですね、普通あんま冷蔵庫に私も入れないよね。はい、バナナの冷蔵庫に入れると黒くなるんじゃないですか。しかもさ、マンションでさ、結構さ、なんか普通にさ、上の方の階でもないけど、い1階とかじゃないから小映えが出ると思わないじゃん。いやでもなんかすごいね。でも妹ができたみたいで嬉しかった。いやでも本当大学でなかなかそこからあんまり遊べなかったから、またそうですね、忙しくなって会う時間もなんかどうしますね。最近また結構そうですね、あれになったけども、私が学校を卒業したのがコロナ禍だからさ、この間の3月で卒業して、はい、すごい今楽になったから遊びましょう。遊びましょう。いやでも結構思い出ある。ピザ食べに行ったのとか覚えてる？パスタとピザ。あ、行きました、ピザ。そう。で、私はまだその時後輩があんまりできたことがなかったから、初めてだったから、なんかおごるおごらないとかもしたことがなかったの。まあ私も二十歳とかだったし、21か、はい、でも、いや、こっちゃんと二人で食べに行くんだから、かっこよくおごらなきゃみたいな。最初におごったのこっちゃんとかかも。本当ですか？うん、そんな気がする。なんか、かき氷とか作りましたよね。パスタも作った。あー、作っためっちゃ覚えてるね。はい。あ、クミコとも遊んだよね。はい、遊びました。ね、懐かしい。懐かしいです。めっちゃ懐かしい、はい、関東でもランチ行ってくださいね。いや、行ってください。お願いします。もうあれだもんね、ファンのみんなもゆっちと同じ大学で、それがどこの大学かも知ってるの？はい、どこの大学かは多分なんか知らないと思います。それは知らないけど、東京に行くのは知ってるの？はい、東京に行くのは知ってます。なるほど、よかった。はい、楽しみ。そうです。今ほんと半々ぐらいなんだよね、名古屋と。ああ。まあなんか、なんか緊急事態宣言出てちょっと、あの、あれしたけど、なんだろう。確かに。仕事が減って。あ、そうですよね。大変。でも、お姉ちゃんいたら安心だよね。安心ですね、確かに。学部は違うんだよね。学部は違います。でも、お姉ちゃん元気かすごい気になってたから。元気してます、ね。やめるってなった時もさ、はい、会ったりできなかったじゃん、もう。そうですね。そのままやめちゃったから。はい。パッて、うん。元気にしてるならよかった。はい。よかった。行きたいって言ってくれてたんですけど、卒業公演も。うん。うん、今東京だから来れなくて。あ、そっか。え、もう体調は大丈夫なの？大丈夫です。うん。元気。元気。
じゃあ3人でご飯行こう、はい、行きたいです。遊んでください、東京でも。あとなんだろうな、でもさ実際、どうだった、振り返ってみてさ、はい、楽しかった、やりきったって感じ。今もそうですね、楽しかったが一番、めっちゃ一番いいね、大きい、はい。けどあれだよね、なんかもうファンのみんなとメンバーと離れるのだけ寂しいなみたいな。そうなんですよ、なんかめっちゃ東京行きたくて、うん、超東京東京みたいななってたのに、今になって急に寂しくなりました。なんか離れたくないなって、名古屋から。うん、東京はなんで行きたかったの。東京はなんでだ、でも握手会とかで行くとき普通になんかいろいろあるじゃないですか、東京って。なんかすぐ、まあ、確かに近くにあって、なんか、うん、なんだろう、名古屋にないお店とかも確かに東京にあったりとか、なんかできるみたいな、初上陸みたいな、日本なんか流行りのさ東京じゃないですか、だからいいなとかもね。そうなんです。あとは普通にゆっちの文化祭とか行ったりした時もあって、なんかあいいなみたいな。ちょっとキャンパス大きくないですか、どこの大学も。名古屋に比べたら大きい気がする。はい、いや名古屋の大学がさ、はい、あんま行ったことがないんだけど、あんまりというか、なんか撮影で一回行ったかなぐらいなんだけど、うーん、大きいっけ。なんか大きく感じます、私からしたら。でも何個もキャンパスがあったりとか。あ、そうですね、なんか何個もキャンパスがあったり。確かに私行ってたと、青学は行ったことある、はい、青学行きました、私。あ、見学みたいな。見に行った。狭くない？でもなんか広いって思いました。あ、そうなんだ。なんか本当はもうちょっと田舎にもキャンパスがあって、その、おとぎ話みたいなキャンパスですよね。え、おとぎ話、おとぎ話みたいな、めっちゃ可愛くないですか、もう一つキャンパス。そうですよね。あのもう芝生で、はい、めっちゃ全部芝生で、すごい可愛いというか、確かにおとぎ話と言われればなんかそんな感じがしました。なんかチャペルの前に芝生がバーってあって、うん、そこで写真とか撮ると、あ、これのこと。あ、そうです、それです、それです。そうそれ見て、ここに2年まで通ってたのよ普通は。ああ。それが全員渋谷キャンパスになったから、めっちゃ人溢れてるもん。ああ、じゃあキャンパスに対して人が多い。そうかも。あ、でもこの おとぎ話みたいなキャンパス、はい、めっちゃ遠いんだけど本当に綺麗だった。かわいい。この芝生とかで、なんかめっちゃかわいい、なんか、ね、寝転んで、そう、寝転んでなんかおしゃべりしたりとかしてる子とか、写真撮ったりとか、おしゃれ。そう、めっちゃおしゃれ。今は立派だけ周りが綺麗、なんかめっちゃお店とかカフェとか。確かにあの辺結構美味しいお店いっぱいあるよね。うん、そうなんですよ。なんか、でも私何、でもマジでこれ本当に嘘じゃなくて割とぼっちだったから、はい、あのコンビニで買って教室で食べてたの。あー、けどララとかが最後の最後、ララ、ね、1年だけ一緒だったからステーキ食べに行ったり、うん、なんかララの方がお店詳しかった。あ、ララちゃん。そう、ララの方が。ララちゃんめっちゃカフェ行ってますよね。インスタ見るとめっちゃカフェ。本当？はい。そう、なんかインスタで美味しそうなとこ調べて、はい。あ、現代。なんか秋駒でカフェとか行くの。あー、すごい。たことない私、そんなの。私もなんかできないです、そういうの。秋駒寝るしかないもん。うん、寝ちゃいそう。お、え、こっちゃんはこの後さ、今後、そういう楽しい大学生活。楽しみです。めっちゃやりたいです。でもカフェ行って、友達ととか。ね。しかもいいじゃん。こっちゃんの場合、友達できなくてもお姉ちゃんいるから。確かに。できると思うけど、もちろん。
いやー、わかんないです。本当に怖い。超怖いです。なんか私、最初、マジック入った時、1年目、まだ青学、SK 入る前に、はい。まあ、誰も知り合いいなくて入り、まず、なんか、チャペルとかで、はい、なんだっけな、なんか、今後のカリキュラム、こう、これを登録してくださいとか、いろいろ説明されて、はい。で、基本なんか学部のクラスが決まってて、なんかそのメンバーが近くにいるんだけど、もちろん誰とも喋りかけられなくて、そうですよね、喋らない。だからかすごい一人おとなしそうな女の子がいて、とか言って、うん、ちょっと一緒に行きませんかとか言って、そうできたんです。話しかけたんですか？話しかけたの。ええー。で、それで、その子とずっとしばらく一緒に、もうドギマギしながら一緒にいて、うん、その子が、なんか別の場所で、違う子と仲良くなって、はい、で、そこから3人でいるようになって、はい、ただ私が大学をなんかすごいいっぱい休んで。ああ、そうですね。忙しい。なんかオーディション受けたいなとか思い始めて、すごい休み始めて、で、なんかノートすごい取ってくれたりとか。ああ、優しい。だからでもその最初に友達になった子大事かも、めっちゃ。ああ、そうですよね。一番最初って重要。まあ、そう。どうする。なんか、そこで話、なんかさ、仲良くなったら多分ずっと友達だと思うから、ね。ああ。いや、ごめん、私が友達作り下手くそなのに、私がこんなの教えてあげられることではないんだけど。なんか、楽しみ半分、緊張半分みたいな、うん、めっちゃ混ざる感じします。なんか、ノート取ってくれたのに、私がなんか結構、なんか全然いけてなかったら、その友達たちが、なんか、注意してくれて。はい、ああ。ちょっと頑張んなよ、みたいな。テストはちゃんと来てね、とか。なんかすごいね、いい友達でさ、もうなんか最近会ってないけど、なんかやっぱりなかなか友達を作る機会がどんどん減るから、大学がなんかさ、最後じゃないですか。ファンの皆さん、仕事でそんななんか友達って友達出会わないもん。確かに。こっちゃんが楽しいキャンパスライフを遅れるの、大変とかさ、あんま大きい声で言えないけど。大変って何ですか？大変って、はい、代わりに返事してもらうこと。ああ、代わりに。あまり大きい声言えないんだけど、本当に。なんかさ、出席が名前呼ばれるところもあるし、うん、名前呼ぶ授業もあるけど、こう大学によって違うけど。なんか私たちはちっちゃい紙に名前と出席番号とか書いて出すんだけど、それをなんかいる人にしか配られない授業もあれば、はい、後ろにいっぱい置いてあるのもあれば、うん、でそれ厳しくないやつはなんかもう重ねて出してもらったり、あ、色変えてくる先生とか、カードにちょっとインクつけてくる先生とかもいるのね。そうだから、そういう先生の時はなんかもう、まあ、諦めるか、そういう特殊なのをちょっとキープしとくか。なんか。すごい。そういういろいろ、そういうのいろいろ、私はやってないよ。ね、やってないけど、はい、あるらしいよ、そういうのが。あるらしいです。あるらしい。あるらしいです。あるらしい。あとは、まあそうだね。なんか、テストでどこ出るかとか。テストって、大学のテストってどんな感じ？普通にテストなんですか？普通にテスト。なんか大学ってみんな好きなこと勉強できるから楽しいよとか言うじゃないですか。普通にテスト。俺は3年生からとかだと。なんか基本、3年、なんか取らなきゃいけないものがあって、はい、で、それ以外に自分の取りたいものを取れるんだけど、はい。で、1、2年は、まあなんか絶対やらなきゃいけない、英語、国語とか、その文系だったら決まって、いや、苦手。決まってて、なんか英語だったら英作文の授業と、はい、なんか文法の授業と、とか。
あと第二外国語とか。ああ、選びました。こっちゃんに変なこと教えないでって怒られた。教えてない。サリは、まあそういうことある、教えてるか。なんかそういうの以外に、私はなんか例えば音楽の授業とか、なんか音楽を聞いて、なんか音楽について学ぶ授業とか、はい、あと漫画とかアニメの授業とか。楽しそう、漫画。うん。あと毎回映画見て感想書く授業とか。なんかそういうちょっと興味ある芸能に近いのをなるべく取ったけど、うん、なんか、でも傾向としては、なんか非常勤の先生の方が出席とかに厳しいんですよ。あー、確かに。だからもう大学にいる教授、もう大学にもう青、例えば青学の青学の何学部の教授とか、他の大学とかもいろいろ行ってる人じゃない、うん、教授は、基本優しい。あ、そうなんですか。そう、多分もうずっといるからあんま、あれなのかな、そういう評価とかそういうのそんなにあれなのかわかんないけど、常勤の先生の方がきっちりやるんですよ。確かにそう、なんかそんな感じしますよね、うん、非常勤の先生って。そうそう。高校でも非常勤の人怖いですもん。本当？はい。そういう傾向が。あとなんかさ、最初にさ1週間だけ行ってみる期間とかがあるから、その時はまだ登録完了、時間割決めきらない間に1回目だけ授業受けれるのね。うん。その時とかになんかこの人厳しそうだなと思ったらやめるとか。そうですよね。合わないとか。やだ。はい。やばい、なんか、あれかな、あんま、あれかな。いや、でも別に変なことは言ってない。私が思ったことなんで。私が思ったことなんで、こっちゃんは別にもう、話半分で聞いててもらえる。はい、お、一回お試しがあるのって言ってる人がいる。あ、でも僕の大学もそうでしたもん、あります。どっちなんだろうね。全然違うのかな、やっぱり。ねえ。はい。人によるんだ。うん、ひどい、ダメな先輩ってひどい、ダメじゃないよ、生き抜くのに大事なんだよ、それが。いや、学んどきます。あとは多分この先生いいよとかはなんかなぜか知ってる人がいるから教えてもらうといいかも。確かに。でもなんかあれでしたよ、ゆっちも入る大学の授業を取る前になんか先生の特徴とかめっちゃまとめてあるサイトとかずっと見てやってました、選ぶときに。あれもらった？先生怖いみたいな。送ってもらおうと思います。そういえば見てたなと思って。そうじゃん。でも学部違うとね、あんまあれだけど。あ、確かに先生も違う。共通のやつはさ、教えてもらえるよね、お姉ちゃんに。うん、確かに。みんな変なこと教えないでんって教えてないよ。そう、なんかそれはあれですよ、なんかもう、そう、要領よく、苦労せずに、苦労は、なんかこう、なんて言うんですか？可愛い後輩がうまく頑張ってほしいって思ってるから言ってるだけです。ありがとうございます。大学生でも。ねえ、欲しいですね。なんか、あれだよね、こっちゃんはでも、SK のお仕事の時とかも、毎回ちゃんと可愛い格好で来てたけど、うん、大学にも、もうなんか毎日さちゃんと選んでいくの？なんかできなさそうです、やっぱり。うん、なんか制服めっちゃ楽だったなって思います。いや、めっちゃ思う。なんか高校から私休みの日とかも、うん、なんか服めんどくさい、選ぶのめんどくさいなって思って、塾とか、うん、なんか制服で行っちゃうんですよ。普通は土日で学校ないけど、なんかもう服選ぶのめんどくさいから土日も制服で塾行くとかしてたんで。制服ブレザーです。制服ブレザーです。楽だよね。楽です。でもだから服毎回選べないです、多分。同じ。でもこっちゃん毎回可愛い格好で着てましたよ、みんな。本当ですか？おしゃれな可愛い格好で着て。もう私本当にそれが嫌だった、大学。ジャージで行きたいなとか思いながら、
思います。うん、いませんか、ジャージで来る人いないかな。なんか青学は前髪とか直してたの。あー確かに直しますよね。なんか高校でもあるそれって。あります。なんかみんなトイレでやってますよ、こうやって前髪とか。なんかうちの高校そういう人がいなくて。あーない。自分もメイクとかもしてなくて芸能もやってなかったから、うん、なんかそれにびっくりしちゃって。あー確かについていけなかったの、その時は。なんか学校によって全然違いますよね。うん、思います。今だったらもうこういう仕事してるから前髪とかすぐアイロンとかかけるけど、自分の美意識が低すぎてついていけなかった最初全然。あー確かに。なんかおしゃれな人本当おしゃれですもんね。東京っておしゃれなイメージ勝手にある。でもさ、名古屋もさ、なんか可愛いお店結構ない？あー確かにあります、あります。なんかだし、なんか可愛い系の格好してる子多いよね。あーそうですね。なんか東京の方がなんかシンプルじゃないですか、うん、あー確かに大人、なんか全員大人になります。そんなさ変わんないって場所じゃ。ですか、だって東京なんてさ、いろんなとこから、埼玉の人もいればさ、はい、あいろんなとこから来てる人が多いから。名古屋も栄もおしゃれだと思う。名古屋も栄はおしゃれだと思うって言ってる。おしゃれ。うん、名古屋、なんか逆に、あれだな。私は名古屋の、なんだろう。知らないお店とかもっと知っとこって思う、最近。めっちゃ増えたお店、最近。ね、あの、パークの方とかね、久屋の方とかね。ああ、増えました。でもやっぱあれだよね、お仕事で東京にちょこちょこ行ってるけどさ、住んだことはないわけじゃん。はい。東京って思うよね。いや、思います。なんか、あ、東京みたいな。ネギスに。ゆっちはなんて言うの？ゆっち、ゆっちですか？東京行ってなんか行ってた？なんかゆっちはマジで、なんか東京に、東京の人になって帰ってきました。どう変わったの？なんかでも私はゆっちが久しぶりになって帰ってきた時にめっちゃ明るくなってんなと思いました、最初は。すごい明るくなってるって思って、うん、友達とかもめっちゃできてフレンドリーになって帰ってきて、うん、あとなんかゆっちめっちゃ痩せて帰ってきたんですよ。あ、痩せたよね、すごく。そう、めっちゃ痩せて帰ってきて、去年のいつぐらいだったかな、夏ぐらいに痩せてた。はい、痩せて帰ってきたんで、めっちゃ変わったみたいな思って。 でもなんかいい意味で変わってた。明るく楽しそう、あ、楽しいんだなってなりました。楽しそうにして帰ってきた感じ。あか抜けた、あか抜けた、あか抜けた、めっちゃ。でももうさ、こっちゃんとかもうさ SKE でもあか抜けてるじゃん。いや、めっちゃ可愛かったよ。あの、本当に、卒業公演のこっちゃん。もちろん、いつも可愛いけど、いつもの、なんか、より全、なんだろうな、もっともっとキラキラしてた。嬉しいです。すごい、なんか、こっちゃんもどんどん大人になっていくんだね。いやー、大人になんか、なりました。ね。何食べようね。なんかいいお店あるかな。なんか今度行くとして、なんかおしゃれなとこ行ってさ、ドヤ顔で乗せよう。乗せたいです。おしゃれ。こっちゃんの大学何でも食べれますよ、うん、ゆっちも私も。嘘、こっちゃん、あ、ウニが苦手です。ウニ苦手？はい、ウニなら全然、大体のとこないから大丈夫。そうですね。あ、こっちゃんは免許取らないのって。取りたいんですよ。なんか本当はもう2月3月で名古屋いるうちに取りたいなと思ってたんですけど、なんか合宿とかで取りたくて早く取りたいなと思ったんですけど、なんか20日間も、そう、あとちょっとしか名古屋ないのに、名古屋の友達と全然会わずに
運転免許するのもなみたいな、なんかさ大学でできた友達と、はい、夏休みとかにやれば。え、そうですよ。だから夏休みしようと思って、うん、え、いいじゃん。2月3月はやめました、もう取るの。だし、うん、コロナだしね今。そうですね、なんか今あれですもんね。来年の夏には収まってると期待して。そうですね、そしたら取りたい。なんかもし友達ができなかったらゆっちと行こうかなって思って。それもいいね。ゆっちもないんで。そう、ゆっちもあれだから夏休み一緒に合宿行こうかなと思ってます。楽しそう。いいね。おしゃれといえば自由が丘や代官山のイメージ。あー、わかります、代官山ね。代官山ね、おしゃん。ちょっとこっちゃんとゆっちとどっか行くときのためにおしゃれなお店調べとこ。ありがとうございます。楽しみ。多分またきっと私よりララが知ってるみたいにみんなの方が。いやー、知らないですよ私も。なんかゆっちも結構なんか美味しそうなお店よく行ってるんでしょ。あー、ゆっちすごい好きですね。カフェ巡りとかなんかに載せてるの？載せてはいない？あ、インスタやってます、新しく。見てみよう。新しいアカウントでやってますよ。あ、これお正月とかの層かな。あ、そうです、そうです。あ、これ新しいアカウントなの？はい。え、これじゃない？あ、それは前のな気がします。あ、これ前か。確かにララちゃんとも遊びたいね。ララとは去年なんか一回なんかあったな。うん、楽しかった。なんかサンマルクカフェで、はい、飲み物一杯で2時間ぐらい喋ってた。あ、これか。ゆっち成人おめでとう。え、かわいい、すごいかわいいね、イヤリング。はい、すごい。成人だったんでプレゼントしました。すごい。なんかあれだね、レトロな着物着てる。なんかお母さんのって言ってました。ママなんかすごいおしゃれなの持ってるね。すごいかわいい。こっちゃんもやるの？インスタとかですか？うん。全然決めてないです。このアカウントはもう使えないの？このアカウントは、わからないです。どうなんだろう。あー。使えなくなっちゃうのかな。かおりさんとか使ってるよね。でみんな使ってますよね。ゆまさんとかも使ってる。あ、もともとの？はい。あ、そうなんだ。でもなんか、りょうはとかは移行したよな。人に、あれかな、自分の意思なんですかね。聞いてみたら。ああ、確かに。ね。すごい、ゆまなさん、かわいい。ゆまさん、かわいい。ゆまなさん、仲良かったよね。仲良かったです。ゆまなさんも去年、一回会った。二回会った。あったんですか？一回は、H&M で偶然会った。ちかこと一緒にいたら。会いたいな。一回は、なんか、ゆかりちゃんと、3人でご飯食べた。ゆかりさんも会いたいです、ね。ゆかりちゃん仲良かったよね。いや、ゆかりさん可愛がってくれてたんですよ。そうだよね。そうなんです。ゆかりちゃん電話してみる。あ、それはちょっとダメか。ゆかりさん会いたい。これはちょっと、あれだね。嫌がるかもしれない。普通に電話すればいいかもしれないけど、ショールームしてるよとか言ったらちょっと。ああ。わかんないけど。もう40分も経ってる。何時まで暇なの？全然何時でも大丈夫ですよ。何時までできますか？いや、私もね、何時でも大丈夫。もうね、お仕事、なんか終わってもう何もすることない。
全然どんぐらいなんかさ、他に東京でなんかさ、大学以外にこれやりたいなみたいな、ないの？バイトしたいです、バイト。バイト？はい。え、いいじゃん。え、スタ行バくとか、行きます？わ。スタバしたいです、ススタタババ。してたよ。出たんですか？うん。厳しいですか？最初、なんとか期間っていう、その研修期間は大変だったけど、覚えちゃえば、簡単。でも簡覚え単じゃたない。そう。楽しい。なんか私、その大学入る前に、なんか、普通に電話して、履歴書持ってって、なんか面接で、なんでここで働きたいと思ったんですかって言われて、なんか私はこう、笑顔にしたいですみたいな感じのこと言ったんだけど、なんかその時に店長さんにスタバの、なんか、スタバで働くのがかっこいいからとか、そういうふうに言う子はあんまり取らないようにしたみたいな確こかとに。言ってたから、なんか、だからそういうの大事にしてるんだなみたいな思った。なんかバイト中に3杯無料でドリンクが飲めるの。3本飲めるんですか？そう、シフト入る前と休憩中と、あと帰るとき。優しい。そう。めっで、ちゃ優しい。パートナーカードみたいなのをもらえるんだけど、それがあると、なんか、フードとか、普通に買うときも20%オフぐらい。他のお店でも出せば、安くなる。すごい。けど、まあ恥ずかしいじゃん、他のお店だと。確かに確かに。まあ、あんまりしなかったけど。あれとかも、マグとかも3割か2割か。めっちゃいい。そう、あ、これ、公に言っていいのだろうか。わかん、でも、いや、ダメじゃないと思う。裏で話もななんのか。かよく聞きますよね。ね。そういうのあるって。けどなんか覚えるのがめっちゃ大変で、そうですよね。なんかショートはこれが何プッシュで、トールはこれがこうでとか何倍で、大変だ。なんか新しいメニュー出たらそれをまず覚えるために、なんか今も、まああるかわかんないけど、前はなんかメニュー表いっぱいあるんだけど、なんかレシピの本、それをコピーとかしちゃいけないから、なんか決まりで、手書きで写して、そう、手書きで全部絵を描いて、その順番とかをノートに書かされた。ちょっと大変そ OJT だ、OJT とかいうなんかやつがあって、そう。う。でも、なんだろう、スタバで働いてる、みたいな。いいですよね、スタバその。う。でも、スタバじ私ゃなも。くても、おしゃれカフェとか。あとなんかお母さんからのアドバイスで、なんかあんまり広いお店は掃除が大変だから、確かに。とか、なんかそういうの言われたから、そんな広くないところでした。スタバもいろいろですもんね。うん。なんあかと飲大きいと食ころも店は必ずトイレ掃除とかはしなきゃいけない。それちょっと、確かに。ゴミ捨てとか。バイトしたいんですよね、今。メイドカフェはダメだよ、だって。メイドカフェしないでないよね。す。しないですね。一日ならやってみたいけど。確かに。行きたいです、普通に。一回行ってみたい。あ、行っておみ客たさんとして、コメントで何のアドバイスだって言われてる。本当にだよね。ごめんね、こんな話。行きたい。全然。でもなんか私の親戚でちょうど18歳？こっちゃんの一個上かな？の子がいるんだけど、最近カフェでバイト。なんかそう、おしゃれカフェでバイトしたいみたいに言って。そうなんですよ。おしゃバれイなトとし始こしめてみて。たい。結構外国人とか来るって言ってた。そうなんですか。うん、なんか。いいな、バイトしたいな。いいね。バイトなんだね。なんか。バイトしたいです。
格取りたいとか。あ、でも免許。あれでもやりたい。英語のトイックとか。ああ、トイック最初に受けさせられない？いや、受けさせられると思います。なんか。だよね。私さ、なんか、なんでかわかんないけど受けられなくて。ああ、そうなんですか。なんか結局一回も受けなかったんだけど。あ、そうなんだ。受けたら悲惨だったと思う。いや、難しい。なんか英検より全然レベチみたいなみんな言うんで怖いです。みんな、ファンの皆さん受けてんのかな？トイック。トイック。なんか、こんな話聞いてるとこっちゃんが一般人になるのが信じられんな、だって。そうなんですよ。芸能はとりあえずはしないの？そうですね。とりあえず一般に戻ります。はい、一般まあそんなに変わらないんじゃない？でも変わらないですね。分かんない。でも分かんない。どうなんだろう。なんかでもめっちゃ今はすごいあんま食べ過ぎちゃいけないとか、なんだろう、下手な髪型できないとか、なんか髪とかも美容院行く時もすごい考えたりするけど、なんか全部思い切りでやれちゃいそう。それは楽しみです。あーもうとか思って金髪にしてやるみたいにできないもんね。今できないから。確かに。やめちゃったら多分なんかショートとかもなんか似合わなかったらとか考えずにできるじゃないですか。別に誰かに見られるわけでもないし。思っちゃいます。死ぬまでに一回してみたいな、金髪してみたい。え、似合いそう。え、絶対似合わないと思うな。ええー。なんかさ、あれ見てた？イテウォンクラス。え、見てないです。見てないか、なんか、この辺だけ金髪とかね。あー、確かに。そういうのだったら、かわいい。いずれかやりたいけど。基本もうなんか落ち着いた色しかしてないから。そうですね、あんま明るいの見たことない。なんかあんまりその欲求がないんだよね。なんかさ、明るければ明るいほどさ、傷んで見えるじゃん。ああ、大変ですよね、ケアの。そうそう。まあ、すぐ染めなきゃいけないし。確かに。トリになっちゃう。すぐ。ね。今ちょっとだけ？はい、ちょっとだけです。いい、かわいい。ありがとうございます。え、今自分の部屋にいるの？今自分の部屋です。え、もしさ、東京で住み始めたら、はい、そこは遊びに行けたりするの？あ、その部屋ってことですか？でも外のなんか部屋の中までは来れないんですけど、なんかリビングみたいなは来れます。あ、そうなんだ。へー、楽しそう。やばい、なんかもう東京に行く話ばっかしてたね。そうですね、なんか昨日はめっちゃ過去の話をずっとしてたんですよ。過去の話な。過去の。だからファンの人は今日で過去と未来。未来よ。はい。過去他どんな話してたの？なんだろう、でもドラフト会議の話と K2 の思い出、なんかピクニックとかしたじゃないですか。うん。そういう思い出話とか。バーベキュー。バーベキューしました。私ピクニック行けなかったんだけど。そうですよね、バーベキュー来てバーベキュー。なんかあと私めちゃこっちゃんので覚えてるのが、なんか私がまだあんまみんなとそこまで絡んでない時期に。はい。なんかこっちゃんとその時なんか話してて、なんでか忘れたけど、なんかご飯みんなで行くからなんか誘ってくれたんだよね、こっちゃん。なんか。ああ。なんかの時あったよね。ありました、ありました。なんかそれめっちゃ覚えてる。あ、なんかありがとう、と思って。多分私いつも行かないから、いつも行かないというか、基本一人でいたから、あんまりそういうのに参加してなかったんだけど、だんだん参加できるようになって、みたいな。いやでも私もなんか全然参加そういうの言ってなくて。そうだよね、なんかそんな感じの話してたよね、はい、うちら。そうなんですよ。確かに。なんか大人数があんまり得意じゃない？大人数はなんか全然好きだったんですけど、自分から
あんま行きたいですとか言えなくて、多分愛理とかゆななとかの方が得意じゃないですか、こういうの行くの。確かに。だから最初は羨ましいなみたいな、めっちゃ見てて、なんだっけな、なんか最終ベルぐらいで本当仲良くなった気がします、先輩たちと。なるほど、はい、でもなんかさ、意外となんですよね。え、意外と最近仲良くなった。そうなんだ、はい、じゃあ私と一緒だね。そうですね。なんかさ、アイリーとかすごいんだよね、ミナルンさんとかと話してて、はい、なんかミナルンさんみたいな、何曜日どこどこ行きましょうよみたいな。あー、そうですよね、結構すぐ行けるタイプだから。そう、すごいナチュラルに誘うから。あ、いちご狩りだ。え、かわいい。いちご狩り行きませんみたいな。かわいい。すごいと思って。わかりますね、え、なんかそういうの憧れるよね、そういう感じで先輩に行けるの。いやー、わかります、わかります。私もなんかさ、めちゃくちゃなんか付き合い長くて仲良くなんないと先輩にそういう感じで行けないから。うん、いいよね。いや、いいですね。たさ、なんかバーベキュー、はい、どうしようかなって思ってて。あー、行くか。そう、行くかどうしようかなって思ってて、て、そしたらなんかね、ユキが行くっしょみたいな、すごい連絡してきてくれて、あ、行くかと思って、はい、行った。嬉しい。で、なんか、なんかあんまり行ってないとどうやって行っていいか分かんなくて。あー、え、でも分かります。なんか最初になんかアイリ来るかなとかユナナ来るかなとか、同期が行くかどうかを最初考えます。なんかわかる、行くかなってなって、行くよって来たら、あ、行こうみたいな。ああいう時の荒井ゆきすごくない？いや、ゆきさんと仲良くなったらなんか全部行けるようになりません？そう、え、めっちゃそれなの。そうなの、ゆきさんと仲良くなっちゃったらもうなじみ、なんかすぐ仲良くなれる。私も最初ユキさんからでした。え、本当に？はい。やっぱ荒井ユキなんだよね。すごいです、ユキさん、本当に。なんかユキに多分私が、え、どうしようかな、行こうかな、みたいな多分言ってたのよ。ああ。行けるんだけどな、みたいなことが言ってて。はい。さあ、なんかみんないるとことかで、なんか、サイナも行くよね、みたいな。ああ。なんか電話もしてきてくれた気がする。が、荒井由紀がキーマンなんですよね。そうなんです、由紀さんも敵なんで。そうなんですよ、なんかね、なんかすごいのよ、なんか賢いから、うん、なんかうまく巻き込むというか、ぼっちを連れ、そう、ぼっちを引っ張り出す、なんかこう輪に入れてくれる。めっちゃわかります、超わかります。こっちゃんでも全然そんな気がしなかったよ。本当ですか？でもラムネとかはまだ全然緊張しちゃってて。なんかそう、私も最初さ、こっちゃんとかさ、アイリーとかと結構遊んでて、でも結構いろんな先輩と仲良くなってるのとか見て、はい。なんかだんだん私も、こう話しかけにくくなっていって、私も。なんか、仕事とかで喋るけど、なんか誘いにくくなって、なんかやっぱ同期とももうどんどん仲良くなっていくし、なんか私が別に変に先輩ずらしてご飯行こうよみたいに言えないしな、みたいなとか。で、なんかそういうのはなんかわかる。なんかちょっと自分が最初さ、仲良く、なんかこう、後輩がどんどんこう、なんか、なんて言えばいいの？成長していくのを見て、ちょっと一歩引くじゃないけど。はい。なんかそういう気持ちも結構あって。なんかさきぽんとかすごいさ、すぐ後輩とお友達になるじゃん。ああ、さきさんもフレンドリーですよね。ね、お友達になるんだけど、私はなんか全然タメ口とかもしてほしいんだけど、なんか自分も緊張しちゃうしみたいな。ああ、わかります。そう、でもサリナさんはね、なんかサリちゃんって呼んでってずっと言ってくれてた。言ったんだけど、なんかもうそこもなんか下手くそなのよね、多分。でもなんかユキちゃんはなんか多分オシリンさんとかは結構なんだろう、先輩と仲いいじゃん。
なんかあんまり後輩とっていうよりはもうゆきちゃんと先輩といる感じだけど、ゆきはなんか先輩と後輩をつなげる。確かに。あ、そう、あとアンナ軍団してたねって。あ、してました。え、アンナさんとか会ったりする？アンナさんは連絡取ってて、なんか会いたいねって日を決めるんですけど、なんか結局いつもどっちかがお仕事入っちゃったりとかでできなくなっちゃって。そうなんだ。最近はもう東京行く機会全然ないじゃないですか。うんうん。だからないですね、結局。基本東京にいるんだ。そうです、アンナさん東京にいます。なんか私も舞台見に来てくれて。そうなんですか。そう、やめてから会ってないですよ、アンナさん。結構会ってないんだから。あ、そうなんだ。そう、なんかね、明日なんか見に行きたいみたいな感じで LINE 来て、来てくれた。だからいきなり、それがすごい久しぶりで。うん。こっちはもう来てくれ。舞台行きました、私。ね、来てくれたよね。ありがとう。いやー、楽しかったです。またやる？東京何月に行くの？内緒？東京3月末です。ギリギリに行きます。待つか。はい。もし、来れたら待ってる。はい。でも、待つはもう終わってたわ。中旬だった。中旬ですか？あー、中旬か。でも、全然。オンラインか分かんないけど、行くだけ行こうと思って。あ、まだ決まってないんだ。あ、決まってない。一応オンラインじゃないよ、みたいなのは聞くんですけど、言ってるんですけど、大学側も。うん。わかんないなーって感じです。後期はオンラインだったの？後期はオンラインでした。なんか体育の授業だけ行ってましたよ、キャンパス。あ、体育必修？いや、必修じゃない。あ、でもゆっちやってたから必修なのかな、よくわかんない。でも体育って行ってれば単位取れるもんね。あ、そうですよね。うん。そうなのよ、体育。でも体育落とした。落としたんですか？あのね、最後の年に、はい、ララと一緒に体育やってたの。楽しそう。バレーボールとバドミントンなんだけど、はい、なんか、まあ、欠席回数が多くて、はい、まあなんか、欠席回数が多い人は補習に来いみたいに言われて、はい、まあ補習には行ったんだけど、はい、なんか最後の最後の、一番最後のテストみたいな、のに、なんか10分ぐらい遅刻したの。でもなんか15分までなのね、遅刻は。はい、15分までは OK なんだけど、なんかバタバタして10分ぐらい遅刻して、そしたらなんかもう先生が、もうなんか出席回数も足りてないんだから、はい、もう遅刻してきたらからテストは受けさせませんってブチ切れられて。楽しい。あ、二人で体育ってあれだよ。二人いて他にも人いたんだけど。あ、まあなんか、そう、仕事は正直忙しかったわ。忙しかったの。だけど、まあテストにちょっと遅れて、まあすごいなんかめちゃくちゃ怒られて。厳しい。そう。でも体育は必修じゃなくて、ララが取ってたから、途中から取っただけで。でもまあその体育取んなくても、あと何個か足りてたから、うん、なんか良かったんだけど。良かったです、ね。まあ、こっちゃんはそんな怒られたりすることないと思うけど。ちゃんと大丈夫。なんかやっぱさ、仕事と違うじゃん。そうですね。なんか仕事は、私こう見えて遅刻はしてないんだけど、はい、自信持って言えるんだけど、なんかほら、遅刻してると思われがちなんですよ、ファンの皆さんに。けど大学はなんかその分なんかふんふんみたいな仕事じゃないからなんか感覚が違くて難しかった、はい、あ、遠かったし。あ、遠いとね。確かに。ダメ、私こういうことばっか自分で言ったらどんどんなんかダメなやつ。でも、いや、でも SKE は一生懸命やってるので、はい。ね。皆さん、なので心配しないでください。SKE にはもう全力を注いで、宝
の大学が大変だったんですよ。そう、はい、これです。そうです。勝手にまとめる。そうです。やばい、そうだ、ごめん、私ばっか喋ってる、ごめん。全然楽しいです。なんか明日はどうやって過ごすの？明日でも、あ、人生ゲームしますよ。誰と？ゆきさんたちと。おしりさんもいるのかな？あと誰？みなるん？わかんないです。なんかさっき LINE して、ゆきさん人生ゲームしたいです送ったら、朝しよう、なんか最初夜しようみたいな言ってくれてたんですけど、なんか最後のショールーム人生ゲームってやばくないって来て、うん、あ、確かにと思って、なんか最後人生ゲームしてみんなとバイバイするのもなと思ったので、朝しようってことになって、まだ誰とするとか言ってないです。多分やりたいけど、なんか私じゃない方がいいかな、今日喋ってるし。全然。でも朝なんか何時かまだ分かんないんですよね。何時にやるんだろう。みんなあれですよね、明日トーク会ですよね。そう、この間こうちゃんがコラボしてる時にね、人生ゲームやってたのよ。そう、でもな、明日朝からなんだよね、トーク会。そうなんですよね。だから多分あれかな、かぶっちゃうかな。ゆきちゃんは何時からトーク会なんだろう。オンライントーク、新井ゆき。あ、明日の連絡見ればわかるか。朝何時だろう。ゆきさんの時間によりますよね、トーク会の。楽しい人生ゲーム。確かに。明日の連絡がまだ来てない。1時間ぐらいで終わるんですか？あ、来てないか。私はね、朝10時半から4時半ぐらいまで。結構あれなんですね。そう。長い。私、そうだから私は厳しいかもな。でも楽しいんでね。はい、楽しみます。めっちゃなんかね、最後にめちゃくちゃお金取られるマスがあるから。やだ、そこがやばい。気をつけます。ちょっとさ、ユキの交番だけさ調べててもいい？ちょっと。全然ありがとうございます。どれだろう。調べてくれて。うん、ちょ、気になっちゃってさ。4月31日の、あったーん。新井ゆきと青木しおり。新井ゆき。大場美奈。わ、新井ゆき。夜8部。ああ、じゃあ全然朝できますね。普通に。青木しおり。わ、青木しおりは見当たらないですね。あれ？嘘嘘、どれだ、待ってね。青木。いないなぁ。不参加かな。不参加とかあるんですか。いなくない、おしりん。皆さん、おしりんさんのブーを。いたー。あ、いたって。3部だって。3部。あ、でも、あ、じゃあ朝できるね。楽しんで。ありがとうございます。楽しんで、楽しんで。楽しい時期で。寂しいね、もう。SKE としてはもう、最後かな、喋れるのは。そうです。やばい。みんな、こっちゃんとの、SKE としての最後のツーショットです。そう。写真撮ってもらおうよ。撮ってもらおう。これでできるのかな。あ、そう、昨日やりました、これ。みんな撮ってくれてるかな。
クショして載せてください、みんな。これとかできるのかな？いつ？逆かな？ね、どうなんだろう？逆かな？これ合ってる？みんな。逆じゃないですか？いつも。あ、でもこうか。こうだ。逆だった！あ、逆か。こっち？あれ？こうだ。こうだ。オッケー。ありがとうというか。いや、ありがとうございます。今何時なんだろう？今ね、6時6分、もう1時間経ってた。え、1時間やってた。ゲームとかするの？こっちゃん。ゲームですか？スイッチとか。うん。でもスイッチ持ってますよ。動物の森とか。テトリスとかは？え、テトリスは一時期めっちゃハマってました。でもスイッチのテトリスはやったことないです。テトリスやろうよ。え、やりたいです。今から。今からですか？どうやってやるんですか？スイッチで無料のやつ。え、そんなの。え、スイッチ今ユッチなんですよ。1台しか持ってなくて、ユッチが東京持ってっちゃったんです。そしたらダメだ。今度やろ。今度やりましょう。今度やろ。じゃあ10分ぐらいまでやる？今6分だから。そうですね。あと4分。でも私はもうこっちゃんがなんか卒業公演見てて、本当になんかやりきった感じで卒業している姿を見れて、嬉しい。なんか候補生から一応、なんだろう、全然そんな偉そうにとかじゃなくて、候補生の時から見てたから、いや嬉しい。なんかすごい、なんかあー良かったというか、なんかやっぱ見てたらわかるじゃん。すごいなんか、あ、楽しくてやりきったんだなっていう感じがすごい伝わってきたから。確かに。なんだろう、私は結構なんか東京で遊ぼうねとか話してたから、ご飯食べようねとか、はい、だからなんかこう悲しいというよりは、なんかすごいなんか、あ、よかった、なんか素敵みたいな、すごいキラキラしてるみたいな感じの目線で。ありがとうございます。でもやっぱなんか同期と一緒にいて、同期とかがこうね、はい、だから割とこっちゃんより周りがさ泣いちゃってるのとかを見て、めっちゃ嬉しかったです。泣いてもらえるとやっぱ嬉しい、うん、なんか寂しいよなーとか思いながら。いや、なんかやっぱそう、ドラフト生ってなんかちょっと変わってるというか。そうです。なんか人数も少ないし、絆深まりやすくないですか、やっぱり。なんかね、うん、同期のさ仲がすごい近いよね、はい、合宿もあるし、なんかギュッて感じ。いや、わかるわかる。なんか受かるか受からないかの時から一緒にいるから、うん、なんかより知ってるというか。確かに確かに。だし、ちょっとなんか1期2期3期4期5期6期7期とか8期とか言われたりして、飛ばされたりすることもあったじゃん。めっちゃあるあるですよね、ドラフト。そう、なんか私はよくあったのが、私1期生2期生6期生7期生ドラ1ドラ2みたいな、あ、そういうのとかもあったから、なんかちょっとなんか変わってはいるけど、なんかその分得してさせてもらえたこともあるしみたいな。確かに。なんかでもドラフトはなんだろう、特別な、はい、ドラフトの後輩っていうね、いうのはやっぱちょっと、なんだろう、直属の後輩じゃないけど。なので初めてできた後輩なので、ありがとうございます。ありがとう、本当に。いや、ありがとうございます。めっちゃお世話になりました。いやいやいや、もう全然、なんか、全然何もしてあげられなくて。いや、してもらいましたよ。でも、おしゃべり結構したよね、思い出した。あの、みんなでさ、焼肉、みんなでなんかあの、うん、ライブの後にさ、いました。ね、行った時に、ちょうど大学の話もした気がする。心配ですって。なんか、ちょうどその時まだ大学は決まってなくて、はい、そうです、ね。あの、でも、大学に行きたい
って言ってたよね。そうそう、言ってました言ってました。行きたいけどどうしようみたいな、はい、SKE とその受験を両立するのに、はい、その休業をするかどうかとか言ってたから、こっちゃんが一回休業するってなった時に、あなんかね、なんかだから本当受験もね、受験もでも行きたかったところに行け。そうです、第一志望で。第一志望、第一志望だったの、めっちゃいいじゃん。めっちゃ良かったです、安心。え、それはでもお姉ちゃんがいるのがやっぱ結構大きかったの？そうですね、お姉ちゃんがいるのと、やっぱ心理学部っていう、うん、が大きかったです。それはなんか、あの公園でも行ってたもんね、心理。あ、そうです、心理が良くて。へえ、すごい。いや本当にファンの皆さんもメンバーも寂しいけど、でもこっちゃんすごい、なんだろう、第一志望のね。だって SKE 行きながら、まあ休業はしたけど、うん、第一志望に行けるって本当にすごいことだから。ありがとうございます。公演のね合間とかによく宿題やってるのとかも見てたし宿題やってました。やってた。そう。でも正直、宿題やってる子なんてほとんどいないのよ、その、仕事のさ、合間とかに。なんか割とみんなさ、なんかあんまり気にしてない感じの子が多いから、うん、こっちゃんはすごい勉強。なんかさ、高校の時も悩んでたよね。高校の時も悩んでましたね。ね、その自分の行ってる高校がこうで、みたいな。はい。話とかもしてくれたりとか、すごいやっぱいろいろ、こういう改めて話すごいいっぱい思い出す思い出しますね。ね、でもすごく、なんだろう、これからも仲良くしてくださいしてください。こっちゃん本当にお疲れ様。ありがとうございますありがとうございます。こっちゃんファンの皆さんありがとうございました。なんかごめんなさい、私なんか口数が多くて嬉しいです、コラボしてくれて。なんかすごいみんなメンバーと離れるのがめっちゃ寂しくて。ねえ、寂しいよね。そう、だからみんなとコラボしたいなって思ってたんで嬉しいです、やってくれて。じゃあちょっとメンバーで学食に行くわ。あ、お願いします、連れてってくださいみんなで、みんなでなんか、まあ、普通に名古屋でもいいしね、うん、また新井由紀とか、楽しそう、行きたい、ね、みんなで終わっちゃうの寂しいけど、まあでもそろそろ終わる。ご飯とか、夜ご飯とか食べるよね。そうです、夜ご飯食べてもう一回夜に配信しようかなと思って。あ、そうだよね、一人でやる。もう、あ、誰かとやるの？あ、一人でやります、今日ね。こっちゃんファンの皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、こっちゃん、ありがとうございます。ごめんね、私ちょっとさっきから顔近いのがさ、なんかさっき一瞬止まった時に音ちっちゃくなっちゃって、はい、え、なんかありますよね、それ。ある。ミナルンさんとなったんですよ、それ。なんか一回電池とか表示されちゃうと、なんか変になっちゃう。なるよね、はい、そう、それですごい近かったんですけど、はい、じゃあまた連絡するね。え、してください。ありがとう、こっちゃん、ありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。